次男を産んだ後、なかなか体重が戻らない自分をバカにしてくることめ。長男7歳に、ママのお腹すごいねえ、もう赤ちゃん出たのにねえわら。と言ったら長男に、おばちゃんの赤ちゃんはいつ出てくるの？と言い返されていた。何言ってんのわら、おばちゃん赤ちゃんなんてお腹にいないよわら、触ってごらんわらわら。と言ったけど、こわごわことめのお腹を触った長男に、え、やっぱいるよ赤ちゃん。とさらに言い返されて、怒るわけにもいかず固まってた。ことめは、未だに、全盛期の子鵜匠に憧れていて、本人も、そのつもりのメイクとファッションをしてるんだけど、実際は、渡辺直美も、真っ青なくらいのある意味ダイナマイトボディ。そして36歳。です。渡辺直美真っ青の新生デブが、どうして他人にデブトゲができるんだろう？鏡ないのかね？それとも脳内補正力が半端ないのか？何はともあれ長男グッジョブ。デブルスタンダード。デブの心の棚は限りなく広いので、自分の巨体を棚に上げるくらいは余裕でこなす。デブに限ってデブプゲラするのが不思議だったが、謎が解けそうだわら。本人は、私は太ってるんじゃなくて骨が太いだけなの。だそうだけど、